はい、皆さんこんにちは、ソリップです。今日はグランブルーファンタジーの実況をしていきたいと思います。イベントな実況をね、今回撮ろうと思ったんですが、その前にランクが100になったので、100になったらいける特殊なクエストがあるんですけど、星のまばたき、これなんですけど、これ事前に調べまして、まあ何やるかっていうのは分かってるんですよ。まあ、6個あるんで、6属性のっていう感じなんですけど、まあ、6属性のなんかこいつらをちょっと弱くした感じで、そいつらを全員倒すみたいなのが、この星のまばたきのクエストです。まあ、それぞれ多分いけると思うんですけど、まあ、いけなかったらまた取り直し、とか考え直しっていう感じになるんですけども、まあ、それはそれでいいでしょうと。いう感じで、とりあえずやっていきたいと思います。ポンポン行っていかないと 6体もいるんでね。とりあえずまず、火から、まあ、ティアマトからですね。ああ、これじゃない。これですね。なんだか。気をつけてください。まあ、1戦目はティアマトマグラなんですけど、火属性はそんな変わってません。光線は武器はちょっと変えたぐらいなんで、ほとんど変わっていませんが、まあ、いつも通りですね。いつも僕がティアマトを買ってるみたいな、買ってるやり方でいけば多分いけると思います。さあ楽しみましょう。権限なさい、魔人モラクス。これを普通に行かれたらマグナ確定もそろそろ視野に入ってくるのかなっていう感じはしますけどね。まあ分かんないですけど、お願いもうす。全て失う覚悟はできてるかしら。消し済みにしてやる。骨の髄まで焼き尽くせ。まあ僕の場合はアビリティで全部やってオーバードライブさせて、3ターンでもうオーバードライブを削っちゃうっていうのがいつもやり方ですね。これでいけるか。本当だったら体力もっと多いんで、この召喚石とかでバフをかけてから奥義を投げるんですけど、これぐらいならいける気がする。てな感じで、まあティアマトはこんな感じでやってます。ティアマトのソロはまだ一番近いけど一番遠いって感じですね。
多分出せたらいいなーっていう感じですね。で次がティアモトの次はコロッサスじゃねえや、ユグドラシルか。これユグドラシルはですね限りなく自信がないですね。なぜなら風が一番弱いんですよ。生きるかな。特に意味のないトレハンをかけつつ、まあ、いつもユグドラシルはなんか人に手伝ってもらってやってることが多いんで、まあ、何してくるかっていうのは分かるんですけど、一人でやるのは初めてってか久しぶりぐらいな感じですね。超絶火力で死んじゃうかもしれない。これで死んだら絶望するんですけど、本気で。あ、よかった。正気風よ、素敵な香りを届けてちょうだいな。あれ1万くらい食らうんですよね、普通のユグドラシルマグナだと。1000ですね。1000なら、まだいてる。ブレーキをして、まあいいや。風が一番心配だったんですけど、まあなんとかいけましたね。かね。やりましたね、オオガリさん。だから風はこんな感じです。なんかレベル上がってしましたけど。サクラ、フィーナ、レナ、エッセル、なんか後ろにはもうレベル上げ軍団。みたいな感じです。で、次がこれなんだ、あれか。あれなんだっけ。リワイアさんか。
リバイアさんね。リバイアさんもそれなりにいける気がしますけどね。前まではあのウサ耳を使ってたんですけど、エルンですね、エルンを使ってたんですけど、今回が人間に浮気しました。まあウサ耳も使ってるんですけど、なんか人間が今人間強いんで人間使ってます。うん、任せとけって。どうしようかな、もう一回殴りましょう。でここでオートイグニッション、オートイグニッション2ターン、いやもう1回かな。もう1回殴って、でここでラスト、ラストプラスオートイグニッション、これでサンチェイン。お姉様。これがトリプにして差し上げます。リストリクションズネイル。待ってたぜ。たらふく食らいやがれ。もう一旦ちょっとミスりましたね。ラストのターン数をミスって、ここで本当は233っていうチェインを組もうかと思ったんですけど、ちょっとミスった。ラスト歌わせていただきますね。これでブレイクできない可能性があるんで、一応カットして、これ3チェイン。削れました、杞憂でした。であとは殴れば、あとはボコボコ殴ってたら勝てます、ね。リバイアさんマグナはあっちですね、ウサ耳で行くと長時間守って守ってぶっ放して倒す。でこっちはなんか別に殴っていく感じです。あ、くさび食らっちゃった。回復
するんですよ確か。なら2人で倒すしかないか。よし、これで半分です。お姉様、この歌をあなたに。という感じで、まあ今土は人間を使ってます。あと後ろにジークフリートがいるんですけど、これはお育て中。まあ全員お育て中なんですけど、で4つ目がコロサスマグナですね。土、水はもう先にエッセルをの動画の時に公開してるんですけども、まあこういう人間プラスドラフっていう感じですね。コロサスは時間かけた戦力帯が低くても MVP 確定とかはできるんですけど、でも時間かかるんで本当に。まあそこら辺お好きにっていうところなんですけど、ちょっと冷たいかもなの。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。土、水か、水場もですね、土、土、火か、火と同じぐらいなんか最近安定してます。冴えよ刃、くく然として胡蝶なり。無駄だ、断ち切る。無駄だ、断ち切る。喋ることがないんですけどね。反射。今のナルミアのサポータビリティですね。マネに反射。然として胡蝶なり。無駄だ、断ち切る。多分コロサスマグナそのままなんで、次元弾、次元弾のタイミングもほぼ同じなんで、 30% ぐらいになるとちょっと考えないといけないです。我が剣よ、今こそ。まだ撃てねえ。うん、一応 25% カットで。大丈夫、 25% カットダメか、90カットするか。これが氷の魔法なの。ちょっと冷たいかもなの。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。こうして。冴えよ刃、くく然として胡蝶なり。さらさら、無駄だ、歌え。ファイヤーですよね。立ちふさがるのならば一刀もって塵へと変えん。これで死ななかった、相手が死ななかったらこっち誰か持っていかれますね多分。氷の花と散りゆくがいい。ブラキアスネイル。我が聖や限りありて、しかして地や限りなし、無い自然。
お、ラッキーですね、これは。ここまでか。カタリナはサポータビリティで1耐えるんで、1回だけ。あとはナルメアのオーバードライブでドライブレイカーサシンか。でこれで終わりました。で次がどっちだ、シュバリエですね。シュバリエマグナ闇もですね、変わってない。初出かな、闇って出したっけな。初出ならまあこんな感じです。シュバリエマグナもやり方は同じなんで、まずは投げ、貫く、殴ってこれがつくんで、これがついたらどうしようもないんで、ディスペルします。で殴ります。でディスペルウツを解除してくれるんで、これディスペルウツを絶対解除してくれるんですよ。まあ、今2体ディスペル以外が2体いないんですけど、あ、外れた。まだ私には罰が足りない。痛くしてほしいのか。サプッとしちゃうよ。ここでもう一回ディスペルとか打つと、イージスマージ解除ってしてくるんで攻撃してこないんですね。意外に便利。殴ろう。で光の剣までいけるかな。多分いけます。でファランクスをしておいて、私を落胆させるなよ。奥義を打ちます。我が絶望恐怖憎悪を知らしリバースシフト。バンディちゃん本気だよ。ブラッディリファイディングだ。お、クリティカル入った。あ、クリティカル入った。これはお亡くなりですかね、多分。ピューン。お亡くなりになりましたね。バンビーちゃんに勝とうだなんて千年早いんだから。という感じでシュバリエさんはなんか瞬殺されましたが、まあ闇はこんな感じですね今。あとビーラーを加えたら人間としては完成に近いのかなっていう感じです。ということで最後がセレストマグナ。あー使っちゃうのか。オーディンかアポロン。アポロンですかね。で、こっちが普通の光属性パーティーなんですけど、セレスト用は作ってある。あ、これじゃねえや。こっちですね。これは作ってあるんで。ラスト。で、こいつは攻撃力とか防御力を上げるバフをかけると、無効にしてくるんで、
こが問題かな。とりあえずどうしよう、殴りましょうか。まだいける。あ、もう700か。700くらいならゴリ押した方が早いかな。いて、殴りましょう。どいて、これで終わりにいたしましょう。殴りましょう。やる。終わりにする。どうです、それ。このゴリ押しか。存分に力を発揮なさい。これで決めます。ドラーサ奥義にしましょうか。よし、それ。よし、ここでヘリオスドライブを打ちます。ね、ドラーサ後悔ならば後で存分に聞きましょう。こっちかな。邪魔はさせない。押して殴ろう。でこの状態でボイドオーラが来ると全員がポックリいってしまうんで、親友気流を発動させておきます。で、これでクリアをすると、アンデッドが消えて、ボイドウォールで回復できるっていう仕組みなんですが。で、ここで攻撃力アップバフトをかけると、もう一回、無常の霧が来ちゃうんで、この時はもう、次のボイドウォールでも何もかけません。でもうボイドボール打ってこないんで消しましょう。ここからはもうゴリ押しですね。
あとはゴリラ次第勝てるんですよ多分。でこれで終わりにいたしましょう。邪魔はさせない。どうりよ、どうりどけ。これで終わり。よし終わった。さあ早く行こう。という感じでランク上限が150に解放されました。星のまばたき。という感じで、で次がこの星のささやきかな、多分違う気がしますが、これは150に達しない限りなんですが150ですね。これはまあネタバレなんであんま言わないんですけど、まああいつらが出てきます。というわけでまあ今回はランク100になっちゃったんで、もうこっちをやらないとランクポイントがもったいないんでこっちを先にやりました。なので次こそはイベントを攻略していきたいかなと思っております。もう期間はないんですけどね。まあそちらもお楽しみにしてください。詳しいことは、エンディングに、まあ前回結構前の時かフェンリルの時に付け忘れてたんで、それは本当にすいませんですけども、まああの詳しいことはエンディングに載っているのでぜひ確認してみてください。30分以上の、ね、長丁場本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。